はい、それでは最後にですね、まあ、次元から線形写像について分かることについてちょっと考えてみたいと思います。それでまあ教科書のこの項目を見ますとですね、まあ、ひたすらこの命題がずらーっと並んでいてね、これ全部覚えなきゃいけないのかと、つらいということになってしまうかと思いますが、ね、そうではないです。これは覚えるものではありません、ね。まあ、まだ皆さん次元というものがまだもやっと、ね、理解した状況だと思いますけれども、まあ、次元に関する理論といいますか、ね、議論、ね、に、まあ、慣れてきますとですね、そのうちあこれは成り立ちそうだなというのが、まあ、感覚的に、まあ、分かってくるものですね。ですからある程度、ね、次元に、ね、慣れ親しんだ後に改めて振り返って読んでみたときにですね、あ成り立ちそうだなと、ね、思ってもらえるようであれば、まあ、いいのかなと、ね、そのように捉えていただければと思いますね。ですから今すぐ覚えると、ね、いうようなものではございませんね。後で振り返ってみたときになんとなく成り立ちそうだなと、ね、いうふうに、まあ、思ってもらえるような感覚が身につけば、まあ、いいんではないかなということです。はい、それでですね、じゃあまあいくつか、まあ、1つぐらい例をね、ここでも挙げたいと思いますが、まあ、例えば、まあ、単車に関する必要十分条件ですね。ね、定義域の次元 U がね、有限、で N だったときに、ね、その線形写像 T、ね、U から V への線形写像が単車であるための必要十分条件は、ね、そのイメージの次元がですね、定義域の次元とこう一致すると、まあ、そういうことになりますね。まあ、ちょっと簡単ながら説明証明をしますと、ね、上から下はどうするかというと、ね、まあ、T は、ね、単車であるということを使うわけですけども、ね、U の次元がちょうど N なんで、ね、U の規定を取りましょう。でそれを U1、U2、点々点 UN としますね。ねでそれを、ね、まあ、U 線形独立ですね。でその線形独立なものを、ね、単車で写してあげますと、TU1、TU2、点々点 TUN、ね。これは T が単車だということから線形独立になります。ねでそれから、ね、まあ、U を生成するものを、ね、T で写してますから、それで T で写されたものは、ね、イメージの T を、まあ、生成しているわけですね。従いまして TU1、TU2、点々点 TUN っていうのは、ね、T が単車だから線形独立で、かつ、ね、まあ、T が線形写像だから、ね、イメージ T を生成しているということで、イメージ T のこう規定になってくれるんで、したがって次元は、ね、同じ N ですよと、ね、まあ、そういうことです。はい、で逆にこう下から上ですけれども、ね、まあ、イメージ T の次元が U と同じでその数が N だったとしましょう、ね、そうしますとイメージ T の規定 N 個の組からなる規定が取れるわけですね。でそれは代入したもので構成されているわけですから、イメージ T の規定を TU1、TU2、点点点 TUN としましょう、ね、そうしますと TU1、TU2、点点点 TUN は線形独立です、ね、したがって T の、ね、線形性から代入する前の U1、U2、点点点 UN も線形独立になりますね。これはT の線形性から直ちに導かれることなんで、ね、まあ皆さんもすぐに確認できると思いますので、ちょっと確認してもらえればと思います。はい、まあ、一時停止するなどして確認してもらえるといいかと思います。はい、で従いまして、まあ、何が分かったかと言いますと、ね、U1、U2、点々点 UN っていうのは、ね、一時独立な U の元ですね。でしかも今 U の次元は N と言ってますから、ね、次元が N で N 個の独立な組があったら、それは U を生成しても手もあってですね、規定になるというのが一つ前の動画での話でした、ね。したがってまあその結局何が分かったかというと、ね、この T っていう写像はですね、 U1、U2、UN、点々点 UN っていう U の規定を、ね、イメージの規定 T1、TU1、TU2、点々点 TUN にね移す、まあ、写像になってるわけですね。ですのでこの T をね U から V への写像だと思うんじゃなくて、 T を U からねイメージ U、 イメージ T ですね、 U からイメージ T への写像だと思い直しますと、これは規定をね規定に移す、まあ、線形写像っていうことですので、これは線形同型なんですね。ですから特に単車ですと、ね、ここを V じゃなくてイメージ T にすると線形同型なんで、特にまあ単車だよと、ね、いうこともわかると、ね、まあ、こんな、わけです。はい、それでですね、まあ、単車性と関係する命題をもう一つ挙げておきましょう、ね、でそれはこれでですね、まあ、有限次元な線形空間 U から V への線形写像 T が与えられておりまして、それが単車の時どんなことが言えるかということを考えるわけですけども、実はですね、ね、この左から合成するとね、U 上の高等写像になってくれるような、ね、線形 V から U への、まあ、線形写像 S が、まあ、取れます。
これもまあね、一般にはね、T の左逆写像というふうに呼ぶわけですけれども、じゃあこの S はどのように構成されるかということなんですが、これはこの規定の行き先をね、考えてあげると、直ちにこう分かるわけですね。で、まあ、U の次元を N としましょう。ね、U の次元を N としますと、ね、U1、U2、点点点、UN という規定が取れるわけですね。で、それを単車 T で移してあげますと、TU1、TU2、点点点、TUN は V の一次独立な元になります。これは T が単車だったからでした。ね、で、そしてこれがまあ V の規定になるかどうかはわからないわけですけれども、ね、これら N の、N 個のね、一次独立な、ね、組に、ね、いくつかベクトルを加えてですね、V のベクトルを加えて、まあ、V の規定とすることができたわけですね。これはまあ、規定のね、構成の仕方からね、そういう方法ができるということは以前にやったわけですけれども、ね、まあ、そうやってね、V の規定を作りまして、その V の規定の V の規定をですね、各 U に対応させてあげますと、ね、それが V から U への線形写像になるわけですよ。ね、ですから、V の規定として今の TU1 点点点 TUN とあといくつかのベクトルってことになってたわけなんですが、TU1 の行き先を U1 に、ね、TU2 の行き先を U2 に、ね、そして TUN の行き先を UN にしまして、残りの規定ですね、残りの文についてはまあどこでもいいよと、ね、まあ、何でもいいんですけども決めなければいけませんので、まあ、例えば、ね、まあ、U の0ベクトルに移ることにしましょう。0ベクトルじゃなくてもいいですよ。ね、で、そのように定義しますと、ね、そのような定義になるように、 V から U への線形写像というものを定義することがこうできるわけです。ね、で、そうして、ね、この、ね、S と T を合成してあげるわけですね。すなわち、まあ、T というのは U から V まで行っていきまして、ね、その、いったものを、ね、S でもう一回合成するね、V から U へ戻すと、ね、いうことになりますが、その時の、ね、U の格言はどのように移るかというふうに考えてみますと、U1 はですね、ね、T で TU1 に移って、その TU1 は、ね、S で、ね、U1 に戻ってくるわけですね。ですから U1 は、ね、S-T で U1 に戻ると、ね、U2 も S-T で U2 に戻るということで、ね、まあ、この S-T というのは、ね、U の各規定 U1、U2、点点点、UN については全く動きませんから、ね、それらの一次結合でかける、ね、U の全ての元についても全く動かない高等写像になると、いうことでですね、この S の構成の仕方っていうのは、まあ、何通りもあるわけですけれどもね、今規定の行き先っていうのをね、うまく見てあげることで、直ちにこう構成することができると、ね、こういうことなんです。はい、で、これをまあ、行列の言葉に翻訳しますと、まあ、左逆行列ということがになるわけですね。ですから A というのをね、M×N 行列にしましてね、T をね、まあ、TA の場合ですね、RNN から RMA での左から A をかけるという行、線形写像を考えたいと思いますね。で、そこでその TA が単車になるっていうのはどういうことだったかと申しますと、まあ、先ほどの命題によりますと、 TA が単車だっていうのはね、イメージの次元ね、これが定義域の次元と等しいよと、ね、まあ、こういうことだったわけですね。で、まあ、イメージの次元というのは何かというと、皆さんその、TA の場合についてね、イメージ TA の規定を求められるようになっておきましょうと、ね、以前にまあ申し上げたと思うんですけれども、その時の、ね、イメージ TA の規定の探し方を思い直してみますと、ね、そこでベクトルがどれだけの、規定としてベクトルのが並んだかというのを見ると、ちょうど、ね、A の回数ランク A だけ並んでたわけですね。ね、ですからこのランク A っていうのはまさにイメージ TA の、ね、まあ、次元なわけですね。で、そしてそれが定義域の次元 N に等しいと言ってるんで、これはね、TA が単車であるための必要十分条件になってるわけです。いいですか？ね、したがって、これが単車であるということと言い換えになってまして、その時にね、左から合成すると高等写像になると、ね、いうものがありますよということを行列の言葉に言い換えますと、左から掛け算すると単位行列になるものがありますよとね、これはまあ左逆行列と呼びますね、いうことにこうなるんですね。ですから左逆行列の存在っていうのは、まあ、ここからね、まあ、出てくるわけなんですけれどもね、それはね、線形、まあ、この条件からね、直ちに左逆行列があるんだということをね、思いつくのは難しいと思うんですけれども、なぜかですね、こうやってね、線形写像の一般論にしてあげるとね、非常にね、明快にどうやって S が構成できるかってことがわかるわけですね。ですからその S にね、対応するような行列 B を取ってあげたら、それは左逆行列ですよと、ね、まあ、そういうことになるんです。はい、
で、まあ、実際にね、じゃあこの B はね、どうやってね、求めるんですかと、そのアルゴリズムは何ですかということになるわけですけども、ね、まあ、それは教科書を読んでいただければまあ分かると思いますが、実際にね、この1でやった議論、ね、これをそのままね、まあ、踏襲する形で探していく、ね、それをまあまあ、アルゴリズム化すると、ね、まあ、B の求め方ということがこう出てくるわけですね。ですからね、まあ、抽象的なことは嫌だということでね、先にまあ左逆行列の求め方だけね、勉強しようと思うと、まあ、そういう勉強もでもまあいいんですけれどもね、そういう勉強するとね、まあ、なぜだかね、よくわからないけどね、このね、性質がどこで効いてるのかもね、なかなか見えてこないしね、なぜ求まるのかもわからないんだけども、なんとなく求まるらしいと、まあ、そういうまあ感覚に陥ってしまうことが多いかと思うんですけれども、それを一段高いですね、抽象的な、ね、目で、ね、見てあげますと、ね、まあ、こちらの方が S の存在する理由が直ちに分かったわけですね。ですからここでの抽象論を、ね、この具体的な場合について考えたらどうですかというふうに見ますとですね、アルゴリズムの構成の仕方までね、自分では分かるようになるとね、まあ、こういうわけなんですね。でそういう意味でね、まあ、具体論だけじゃなくてね、一般論についてもね、ある程度議論できるようになっておくと後々応用ができますよと、ね、まあ、そういう話になっているわけですね。まあ、言い換えますとですね、まあ、こういうのね、いろんなね、役に立つアルゴリズムっていうのは覚えておくといいんですけれども、ね、ただアルゴリズムだけ覚えているだけだとですね、条件が少しひねられた時にね、応用できない、適用できなくなってしまうわけですね。でそんな時にもね、一般論として理解しておくとね、条件が少しね、ひねられた場合でもね、一般論ならそんなに考えることがまあ難しくないというかね、まあ、見通しが立ちやすいことが多いわけですね。ですからね、条件がひねられたところでも一般論でまあ見通しの良い状況で考察してね、それをまあ具体論に適用するというふうにしますとね、自分でね、新しいアルゴリズムを作れるとね、まあ、そういうふうになるわけですよね。ですから、まあ、具体論も重要ではあるんですけれども、ね、それだけではなくてですね、まあ、一般論、ね、この括弧1のような理解、ね、もまあ、できるようにしておくと、ね、今後の、ね、理解がより、ね、深まっていくんではないかなと、そういうふうにまあ思います。はい、それじゃあですね、今日は非常に長くなりましたが、ね、まあ、次元というのがですね、重要そうな、まあ、量なんだということは、まあ、ご理解いただけたんではないかなというふうに思います。じゃあ今日はこの辺で失礼させていただきます。